4つ目5%の方がこちらの話題にが気になるとおっしゃいました宮城の親方元横綱白鵬、えー、2階級降格処分へという小野、えー、さんと乾杯をしそして場所前に優勝インタビューをしそしてモンゴルへの里帰りにはご一緒いたしましてパーティーにも出させてもらったというそういう関係の 宮あのー、まあ人によってねあのちょっともうそれふれも多少の縁であれはもう俺の友達やねんっていうタイプの人もいて、えー、僕どっちかというとそれ要せんのでまあでもまあ考えてみたら何度もあのご一緒させてもらってますし32回目の優勝の時にはあの えと優勝した後あの支度部屋のところでみんなで万歳するあの万歳にもあの参加させていただいたことのある、えー、そして、まあ、モンゴルへ一緒に行ったこともあるあのぐらいのぐらいの関わりでございます。はい、距離で言ったららこ,このこのぐらいの 距離で、まあ、僕の方がでかいんですけど <laughs> 白鵬もでかいですけど <laughs> あのというぐらいの関係なんで全然本当に親しくも何ともないんですけどえー、まあでもあのテレビの中継で NHK の相撲中継を見てるだけの関係よりはもちろん関係はしてるんで気になるところなんですけどねあの相撲の世界と えっとまあ、お金の話もありますしその暴力の話っていうのはまあもうこれまで何遍出でてんねんちう話ですよね、えー。もちろん格闘技ですし、まあ、神事でもありますけれども体と体をぶつけ合ってですねま、えー、し持ってひっくり返してそれはもうね力の差があると簡単に命を落としてしまうようなあの格闘技でありますよ。ね、でそんな あところなので激しい指導もあるでしょうし。しまあ、どこまでを指導というのか、可愛がりというのかっていうところについてはい、ここまでっていうその土俵を終わりました。っていう、そういう線はなくて、まあ、非常に曖昧なところだろうとは思います。竹刀を持って師匠があ指導に当たるって言うこともまあ、どこかで前任される世界なんだと思うんですけれど。 ただ、えー、本人ではなく自分が子どもの頃に目をつけた小学生モンゴルから来てた子なんですが、えー、この子を入門させまして、えー、前頭6枚目までトントントンと行っておりますんで、えーまあ、将来を嘱望される力士だったと思うんですが北西流北の青の龍と書くこの力士が えー、悪質な暴力行為を日常的に行っていたということで親方としての責任を問われまして2階級降格という案が出てきているという話なんですね。でまあ1個はまあその相撲界にまだ残る何度問題になっても全然なくならないこの、えー、自分よりも格下の人間に対する暴力これはも、ま、う、あ、あの。 えー、宝塚歌劇におけるいじめと根っこのところは似てるのかもしれませんけれどもでそれが表に出てきにくいという現状外部漏らしはご法度と宝塚では言うそうですけれどもでそんなことを親方である元横綱白鵬宮城の親方が 全く知らないなんていうようなことはどうも考えられないということですよね。もちろんその先生のいるところでいじめはしないよと先生のいい日のところで学級でいじめしますよとどっか別のところへ連れ出していじめはするんですよとそれはそうなんでしょうが、えー、大の大人がですよ自分の担当する教室であるいは自分の担当している部屋で。 稽古場で、えー、そして本場所でその目を師匠の目を先生の目を全くかいくぐっていじめやいびりやそんなにしてたとは思えないですよねもしそうだったとしたらよほど監督責任という言葉がありますけど監督者として不適格ということですからでただまあそれが2階級降格ということなのかどうなのか とといいうう問題ですすここはあろうかと思います日本相撲協会のコンプライアンス委員会が会合を開きまして宮城の親方を現在の委員から二階級降格減法処分とする案をまとめました北青龍が日常的に後輩力士を殴るなど暴力行為をしていたことが発覚他の力士を殴ったり火であぶったりしたとする行為が噂されていると。 産経新聞は書いておりますねあの殴るはまだまあ,あの技の中であの決まり手の中であるんでしょうがあ火炙りはないですよねえただいまの決まり手は「火炙り」「火炙って北,北西流の負け」いやいやあの冗談で言う話じゃないですよね。 うん、で、まあ、北西流に対する引退勧告案について、今日の臨時理事会、もう終わってるかもしれませんね、えー、協議をするということで、北西流は、あ、北西法ごめんなさい、北西法です。北西流っと僕言ってました、北西法です。白鵬の法です。はい。優勝龍の流ではなくて、白北西法ですね。失礼しました。あとで字も直しておきます。えー、で、これ、 まあ引退をすることになるようです。うん、で、相撲協会の中で、まあ、現役の横綱やった時から、白鵬が評判悪かったと、えー。日本の国技としての相撲でガッツポーズするようなことをしたり、勝負にね、あのいちゃもんつけるようなことをしたりっていうのが、 金が、ね、金がね相撲協会の重鎮からはまあまああいつはすごいやつやからと言って認める人もいるいたでしょうしいやそらいくら強いからといって俺より俺現役時代の俺よりもあいつの方がそよっぽど強いけどそういうことは関係なくあんな振る舞いでは許せんと思ってた人たちも多くて、まあ、それが影響しているのか っていう話も考えられるわけですね。まあ、それも認めませんよ。<laughs> あの、どこもそうですけど、本当のことは言ってはいけないことですからね。本当の <laughs>、まあまあ、河さん言ってしまってますけど、この長官チェックで。本当のことというのは言ってはならないことなので、えーみな、認めないです、<laughs> みんな <laughs>。これまでいじめ放題になってました、宝塚すいませんでしたとは絶対言わないですから。 はい、吉本興業もそうですし、ジャニーズもそうですし、ばれたところを、バレばれましたか、いや、そこちょっと違うんですけど、とりあえず頭下げといた方がいいので、頭下げときます、えー、政治家も、まあ、みんなそうですね、もう,もう今日出てきてる話なんて、全部そうですよね、ええー、久保さん、しゃべることいっぱいですからね、うん。 うんまあまあそれで言うとまあその関係が近いからって言うて、えー、判断をぶれさせてはあかんというのはそれはまあ西川の予算じゃないですがあのおっしゃる通りなんですがまあまあ時代が変わっていく中で外海外の力士を受け入れざるを得ないところになってて違う文化が入ってくる。 日本のしきたりを守れと言ってもそれはまあ根っこのところで違う人たちが入ってくるっていうところをどこまで大らかにえ認めるのかっていうことでいうと僕はまあ大らか派の方ではあるんですけどね基本的にはええそれも右左で判断ということではなくって僕自身は僕自身はまあその。 昨日も実はプライムニュース見てたらイスラムの話とかウクライナの話とかロシアの話とかいろんな話で今アメリカの話から、えー、日本がその民族主義的なというかですね、えー、ナショナリズム日本だけじゃなくてね世界中がそれぞれのナショナリズムの方向へ行っててあのそれはもうあの欧米的な あの資本主義で勝ち組がこんなに楽しい生活をして肌露出してお酒飲んでっていうことを本当に心から苦々しく思っている経験なイスラム教徒っていう人たちがいるんですよとそのことちゃんと分かってないとこの世界はきっちり読めないですよっていうような話を浅田明さんとかがしてはりましたけど。 あのそういう意味で言うとまあもうね行こうと思えば24時間あるいは地球の裏側まで行けるわけなんでそんな時代に、えー、自分たちのこの村はこの国はこうなんだからということをいやそれはまあ,あの守ろうとすんのも構わへんとは思いますが全部が全部豪に行っては豪に従えなんじゃボケー ということでははないとは思うのででまあ白鵬に助けられたところは多分あの相撲業界としてもいっぱいあると思うんでそこで今ここで江戸の敵を長崎で打つような白鵬憎しのもし2階級降格なんだったら僕はどうかなとは思いますね僕はね。うんでもう一つの,あの、えー、議題というかあの議論の。 土俵なんですけど、えー、白鵬が宮城の親方が朝朝じゃない、えー、と北,北西方の北西方のこの暴力行為を知らなかったはずないと思うんですよねこれどう考えたってだからその宝塚のいじめについてもそらあの幹部が理事長がいちいちそら目にはしないにしても。 同じ建物におって同じ舞台作っていってる中で何かおかしいぞっていうことは知らないはずはないともし知らないんだったら本当にえ管理者としての的確性に欠けると思うんですね。分からんじちゃ分からんですようちだってあの会社の子が社内結婚しましたからねみんな「ええって言いましたよ。 そんなんラブラブになってたら、そんなわかるやんと思うことが知らん間に付き合ってたんですからね。ええ、僕は知ってた。ふりをしましたけどね。<laughs> あのー、ちょっと報告があってて、結婚するんですって言った時に、おお、そうやろって、あのーええ、悔しいからえ知ってたんですか？それは知ってたよって、まあ言いましたけどね。<laughs> ほんまは知りませんでしたけど。 だからまあさど,どこまで分かってんねんって言ったらそれは僕だって分からないことはあ,のありますけど、うん、でもまあその人が怪我したりです、ね、火であぶったり、えー、人が自ら命を絶たなあかんようなことが起きてるかどうかっていうことについて日テレのプロデューサーが知らないはずはないですしジャニーズのマネージャーが知らないわけがないですしね あ昨日あの、ラジオハンターで、えー、あの西川のりさん、また英語でと言うてはりましたわ、うんあの増田。岡田の増田さんの番組ね、ABC。あので、8年前の話をあの松本君は訴えとるでやろうと、週刊文春が訴えた5億5千万のやつは去年の年末のやつやろうと、その時のマネージャーは誰やと、分かるやろうと、まあ、今はもう会社おれへんかもしれへんけど、 でもその時のスケジュールどう切ってたかっていうようなことはちゃんと記録残っとると。マネージャーが松本人志のプライベートな部分を100%全く何も知りませんでしたなんていう,うなことは、それは昔みたいなマネージャーとタレントの関係でなくなってったりとか、師弟関係のない中でっていうところはあるけれど、そうは,そう,はそうだけど、知らへんはずないと。ねなんでなんでっていう。 そこですよどどこ。どこまでの部分かっていうのはありますよ。その一緒になって、一緒になって白鵬が火であぶってたならばまた別ですけど、そ,まあそこはしてへんと思いますんで、まあ、もうそ,うそうだったら2階級降格どころの話じゃないでしょうから、それはもう出ていけっちゅうことだと思うんですけどね。えーえー、松本人志さんのマネージャーが、 知らななかったはずないでもねいやだからもうほんまね僕特にまあ去年の木原事件からもう僕自身がおかしなっていってるなと思うんですけどもう本当に世の中の変なことばっかりでねそれを毎日毎日やってるとかなり本人のメンタルもやられるわけですけどあのだから何か事実があって事実を直接知っている本人と 薄々知ってる人がいるわけじゃないですかいやうすうすやからうすうすやからう嘘かもしれませんしでもまあな何ぞ感じるじゃないですかで何ぞで。何ぞ感じてることを言ったからといって,ってそれで週刊誌に載せていいのかとか、えー、裁判で有利不利っていうことではも,うもちろんないんですけどそれはね一個一個のことによって違うんですけど。でも 薄々そうやなって分かっている人あいつは多分薄々知っとるやろなっていう人が口つぐんでるんですよまあもちろんそれをそれを開けていくのが「週刊文春」たちなんですけどねええでも多分まあまっちゃんのことのまあそれは性被害というカテゴリーにするのは どこまで入れるか別として、まああいう遊び方はずっとしてたわけでしょうから多分ホテルの奥の部屋へ行った人はその100人で聞かへん人間をやってるわけですよねだからまあうすうす知ってる人はめちゃくちゃいてはるはずなんですよそのマネージャーしかりタムケンしかりですねみんな知ってるんですがあそこみんなあの言わなかったり認めなかったりしてるんですよ。木原事件について それは、まあ、公務員としての守秘義務もちろんあるんですけど、えー、初動捜査に関わわった人人間が何十人もいるわけですよねあるいは2回目の捜査再捜査の時に、まあ、佐藤誠さんはもう退職しはったから出てきてい,いろいろと話をしてはるんですがまだ現職の人がいるんであの言いにくいという状況は分かりますけどでも、まあ、うっすら知っている相原さんだけじゃなくて。 ええ、赤ひげ薬局じゃなくってもうもっともうほんまにもっと知ってる人らがいっぱいいてはるどう考えたってもう存在してるはずなんですよ。でもその人たちに新聞社もテレビ局も聞きに行ってないしいや少なくとも記事にはなってないから行ったとしてもうんあのニュースになってないし、まあ、まあニュースになってへんことを自分の会社ではできへんからって言うて。 マスコミの関係者が「週刊文春」にネタを上げているっていうそういうことも結構あるみたいでそれもどうかと思うんですけどねそれもどうかともう警察が手に負えへんからちょっとヤクザに頼むわって言ってるような感じでいやそ警察でなんとかしてようと思うんですがえうすうす知ってる人が確実に数多く存在しているのに出てきて話をする。 あるいはまあ顔や名前は出さないまでもこういうことありましたよって言ってくる人はその1%もいないっていうこの現状それが悪がのさばっていることを許しているっていうこの現状ですねもう日本の行く末を考えるともうコモさんやみますよねこれはね <laughs> それはあ全部全部同じことなんですよね だからまあ,あのいろいろ、まあ、出るたびにのり代さんの言い張ることはなるほどなと、えー、上沼さんの言うこともさすがやなと、ね、え ABC 聞いてるとやっぱりい,いな、ね、えなとええ思いますよねうん、まあ、別にこう褒めたところで別に何もないんですけどうんいやみんな知って だからその一般の,その第三者としての僕らは,そは知らへんかったり逆にその噂に動かされるのは怖いんですよそれはね何も知らん人間が僕らが噂に振り回されてあいつがやったんだとかこう,だこう,こうらしいでとかお前は何やねんとかっていうのはやめといた方がいいんですけど近しい関係でそら知っとるやろうという人らは知っとるやろ。う 知っとる系の人らはそゃあかんことはあかんって言わなあかんのんちゃいますのんって思うんですけどもねえー、ええー、えこれも名前を間違っておりましたねはい朝朝青龍の龍の,の字を書いてますこれは方の字でございますはいええ福生龍日常的暴力行為 2階級降格処分へという宮城の親方の処分に関する関連のお話でございました時刻は2時39分です